はい、朝昼見てる方はこんにちは、夜見てる方はこんばんは。はい、服部剛のポエトリーサロンではですね、詩や朗読、ポエトリーリーディングを通し、いろいろなことを皆さんに詩の次元で感じていただくことで、何か皆様の日常でね、何か、思い巡らしたり気づく瞬間もあるかもしれません。そんな豊かな番組を目指しております。10月に入りましてですね、秋は僕は好きな季節ですので、皆さん美味しい食べ物をいろいろ食べてですね、元気になって、言葉の食べ物も詩を通していろいろ摂取していただければと思いますが、今日は最近来ていただいている、また引き続き来てくださるゲスト詩人さん2人、とても、嬉しい、2人の詩人さんが来てくれますので、今日は座談会、ポエトリーリーディングや詩のテーマにおける自由なジャズセッションのように座談をしますので、お二人をお呼びします。僕とちょっと席替えをします。やりたみさこさんと森まさこさん、どうぞ席替えします。というわけで、はい、あ、じゃあ3人で移れちゃうね、うん、3人で移っちゃおうかな、はい、じゃあまあどちらかというとこういう感じですね、うん、はい、じゃあ座談ということで、前回読んだ詩ですね、うん、僕の詩と、森まさこさんの詩は矢田さんが読んでくれたんですけど、僕の深夜の日記という詩から矢田さんが糸というお題を引いていただいて、もうすぐにね、矢田さんいろいろ想像してくださって、糸というとまずどんなイメージが浮かびますかね、うん、そうね、みんな世間生きてる人たちは、うん、好むと好まざるとに関わらず、うん、いろんな糸がこう、うん、体とね、心の周りにまとわりついてて、必ず過剰とか過小とか、うん、どっちかで適切な状態でまとわりつかせてる人ってほとんどいないと思うんですよね、うん、いつもそれは社会的な人間である以上、うん、存在である以上、うん、やむを得ないことで、だからその中でこうね、過剰なものをこう切ろうとしてもがいてる人もいれば、うん、少なすぎてもっと結びつきたいっていう意図を求めてる人もいてて、うん、でだからそれは人間の何て言うかな、矛盾する、うんうん、常に欲しつつ常にやっぱり捨てていかなきゃいけないっていう、うん、矛盾する存在を表すような概念だなと思いましたけど、うん、いろいろな意図があるでしょうけど、意図があることのもどかしさやね、難しさもあると同時にね、はい、森政さんはどうですか、いろんな意図が、いい意図も良くない意図もいい意図もあるけど、ほどけてますか、上手に詩を読めばおのずとほどけたりするんですかね、そういう目に見えない意図 ね、うん、詩を読むとやっぱりそういうなんかもたもたしたものが、うん、取れる時もありますね、うん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 、まあね、まあ、なんか最近はスラムが流行ってるんで、うん、スラムで負けてもたもたしてままの時もありますけど、うん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 、まあ「ご縁」という方の意図で言うと、縁西の方の意図で言いますとね、まあ僕もね、矢田さんも森まさこさんもポエトリーリーディングや詩人をやってなければ全然出会ってなかったかもしれないわけでね、それはどこの世界のジャンルでもそういうものかもしれませんけど、まあ出会いというものはね、不思議なもので、こうやって長いご縁でお話をさせていただいてありがとうございます、本当にね、うん、いやでもこのね、糸ってだから自分が欲していられるもんじゃないしさ、そうですね、そこが不思議なもんで、それですごいね、強い糸で結ばれてると思ってた人に限って、うん、なんかブツッといっちゃうこともあるし、うんうんうん、それからすごいかすかでね、蜘蛛の糸みたいな、うん、本当にあ、なんかかすかなご縁しかないなと思ってるのに、あの時急に濃くなったりするし、うん、こうなんか人生って何があるか先のことがわからないから、うん、この糸もね、こうなんかほらお祭りのお菓子のこう糸みたいにどこ行ってたかっていうかわからないところがあるんですよ、うんうんうん、面白いところだなと思うので、そうですね、まあ、で自分のことは分かんなくて、うん、で人のことはちょっとこうほら少し遠目に見るとさ、うん、あ、この人の意図はこういうところにつながってるのかななんて、うん、
自分のこと見えないくせに人のことはこうちょっと見えたりもするし、そこが、人間っていうのはもう本当に矛盾だらけの見通せないものだなとつくづく思いますね。ね、そんな中で、いいとも、良いとも、まどろっこしいとも、どちらも目に見えない意図は確かにあるんだと思いますが、いい周波数に合わせたいというか、いい意図の方に波長を合わせる秘訣は何かあるんですかね、なんかね、なんか特に心がけてるわけではないですかね。でもさっき森正さんが言ってた、無になるっていうのはそうだと思いますよ。一度無になるっていうね、そうするといい波動っていうかね、そっちにがいい波動が入ってきますよね、自分にね。そうか、無になると皆さんいい詩人のことが聞きましたね。無になるといいものが自分の中に入ってくるというね、いいお話です。まあ、文学で言ってもね、いろいろ意図っていうと芥川龍之介の、まあ、有名にはなりますけど、いい意図でその仏教的な意図に捕まってみんなが落ちていって蹴落としてっていう意図もあれば、まあ、中島歌の話にはなりますけど、中島みゆきの縦の糸、横の糸、そういう意図もありますしね、いろいろ芸術や文学においても意図っていうものはあるし、見えない中でもある存在してんだなと思いながらも、そういう何かの意図でこうやって合わせていただいて、だから時もあるんでしょうね。なんか槍田さんにしても森本さんにしても、なんか生きてるって何、どんな出会いもタイミングとかあるじゃないですか、時があるというか、そう絶対タイミングがあるんですよやっぱり。だから、今まで言えなかったことでも今だから槍田さんに話せるとか森本さんに話せるとか、お互いに話せるとか、そういうタイミング時もありますよね、だから出会ってても、なんかで私なんかも自分がこうね出会ってても、何遍かタイミングが自分がこの人と今話す時ってないと思って、ずらしてってようやくこう時が満ちて自分の気持ちがあって、でようやくお友達になれた白石和子とかがいるわけですよ、だから素晴らしい、ね、それはねやっぱり若い頃にすっごい無理して、なんかお願いしてもダメなんですよ、そういう時って。力入っちゃってるとね、なかなかね、だからそれはやっぱりなんていうか出会いっていうのもこう交通事故みたいに出会い頭の面白い出会いもあれば、何遍か逃してて、サーフィンとか多分そうだと思うんだけど、何遍かチャンスを逃してって、こうタイミングがあった瞬間にグッと盛り上げれるそういうタイミングもあるし、まあそれは分かんないですね、自分が人生で何遍かタイミング逃してみないとね、失敗も成功もいろいろこう含めてのね、そうそう流れっていうのもあるから、流れ、それに どうやって乗るのかみたいな読みがあるから、やっぱりそういうタイミングがすごいあると思う。そうだから逃して逃して、この次出会った時にと思ってたらもうそこから出会いたくなっちゃう時もあるし、だから失敗したなとは思わないけど、それでもやっぱり無理して何か出会っておけばよかったなとは思わないです、私はね。それはご縁がなかったなって思うし、まあね、そうか、そういうそこら辺の森間さんも言っている流れというのは、生きることの失敗成功も含めて流れは醍醐味でもありますね、生きることのね、そこに乗れるかどうかも含めてね。だからなんか力むよりも自然体でいいのかなっていう感じもしますよね。自然体にこうやって話せる時が来ていることは僕もすごい嬉しいですし、森まさこさんも良き出会いに恵まれてきましたかね、今までね、どうですかね、いろいろとね、でも活動を通してね、出会ってる人もいるだろうし、スノーボードもね、やってきましたしね、まあそういうわけでですね、ポエトリーリーディングの方に話を移すと、森まさがさっき言ってた、ポエトリーリーディングとはっていう無茶ぶりをしたら、なんて言ってましたかね、ポエトリーリーディングとは。命ですよ。命。ポエトリーリーディング、命そのものというところでね、その行為自体はね、八重田さんがね、昔話にはなりますけど、ポエトリー劇場を僕がベンズカフェでやってた頃に、詩人はネイキッドだ、裸の魂だって言ってくださってたのもね、
すごい印象に残ってる言葉ですよね。今もそこの感覚っていうのは変わらないところありますかね、矢板さんとしてもね、うん、そうですね、まあ、1年に2編ぐらいスラムを見に行ったりするんですけど、うん、まあ、そこで初めて出会う、ね、人たちは結構たくさんいますけど、うん、でもその瞬間のなんか生命の輝きっていうのがやっぱりキラリっていう風に見えるわけですよ、うんうん、だからそれは彼ら詩の読み手がポレットがすごく一生懸命やってるからそうなのかっていうと、それとイコールでもなくって、うん、力抜いてても輝いてる人もいるし、すごく一生懸命やっててもこう なんていうか、その人らしさの生命のきらめきが今一つ出てこない人もいるし、もういろんな、もう一回こっきりのその時のこうなんていうか日の当たり方なんですよね、うんうんうん、でそこでやっぱキラリって光るこう生命力が光って見える人がやっぱりその瞬間は素敵だなと思うけど、うん、じゃあその人次に別な機会に見たらすごくいいかっていうと、うんうんうん、そうとも限らないところがまた面白いところで、うんうん、その何かね、場とか、まあ、場スペースですよね、が時タイミングですよね、それから生きてる、その人が生きてきた、うん、人生の経験とか重みとか、うん、そういうものとかが、うん、こうミックスされて、それから、まあ、あとは観客ですよね、うん、そういったものいろんな要素が組み合わされて、うん、その瞬間にそれ一回こっきりしかない輝きが生まれるんだと思うんですね、うんうん、それがだから森まさちゃんがおっしゃる命っていうことだと思うし、私は一回生の輝きっていうふうに思いますね、うん、そういう目で見るとまたよりね、ポエトリーリーディングやスラムやオープンマイクもね、興味深くそのイベントの数時間の中でどこにそういう輝きや命が見えるかっていうところは非常に興味深いものですし、みんながみんなそれぞれ固有のね、命そのものであるというところでね、もう一つの話題としては、今回ね、森政幸さんにゲストで来ていただいてね、絶望しているおばあかという詩集を矢板美佐子さんも絶賛されてね、叙情詩の惑星にもね、レビュー、レスポンスとしてね、書かれているわけですが、この、矢板さんが前回読んだ「ユーノー」という詩は、まあ、タイトルからしてもね、全て詩のタイトルは興味深いんですけど、直訳して「あなたは知る」ということですけど、この中で、どの町にも属さない風景の中を我々が通り過ぎる、これ森政幸さんだからこそ見えるっぽい世界だな、日常を生きていながらも、そのさっき森政と話してたんですよ、結構日常の重たいテーマとかを実感として使いながらも、もう一人の違う軽さやも含めて同時進行の森政がいるみたいな、重さだけじゃないし、ポエトリーの次元の森政も同時で進んでるのが面白いなと思ったんですけど、まあどの町にも属さない風景っていうのは森政幸さんの詩の中では特にそういう個性がありますけど、詩人それぞれに見ている風景だったりするんですかね。矢板さんはどう思われますか、いろんな詩人と出会ってきて、ご自身も詩人で、うん、例えばね、ここでこの場所で、うん、この部屋のことを詩に、うん、題材として書いたとしても、うん、その題材の下には自分の心が見えている別な風景が、まあ、いわゆる心象風景ですよね、心象風景、ね、それが必ずあるわけですよ、うん、だからさっき読まれた吉岡さくらさんの詩も、ね、うん、海とか湖とかって水っていう風景がこう表面的に見えている風景だけど、うん、その下に見えている風景っていうのは、うん、その奥に見えているっていう風景は、うん、多分その水だけじゃなくって、うん、もうちょっと命とか、うん、その人類とか、うん、何百万年とかっていうそういう、うん、時間的な記憶があるような感じで書かれてるので、だから森政さんがここに書いてる、うん、どの町にも属さない風景っていうのは、うん、ここのことでもあり、ここでないどこかのことでもあり、うん、面白いな、
ノーウェアでエニウェアって感じ。ノーウェア、エニウェアね。エブリウェア。エブリウェア、ああ、うん、エブリウェアもあるんですね、うん。そういう瞬間がもしかしたら日常はもう素朴な何でもない日常の繰り返しのようで、どの街にも属さない風景を通り過ぎてる瞬間がそれぞれに一人の時間とかでもあるのかもしれませんね。一人の時間でなんですかね、複数人数でもあるかもしれない。複数人数でもあると思いますよ。だって今同時にここに3人ここにいても、見てるこの机の、あの模様節を見ていても、みんな違って3人とも違って見えてるはずなんですよ。あ、そうですよね、だからサイズ、例えばね、2×3 とかっていうのは測れるとしても、3人が見てる感じたものの風景っていうのは、詩に書かなきゃ分かんない、詩に書いても完全には出てこない、最初のね、糸の話だってそれだけで矢板さんがそのまま詩に仕上げられそうな感じがしますよ本当にいろんな糸があってっていうねそういう感じがしますけどね、まあ興味は尽きないんですけど、きっとね、矢板美佐子さんも森雅子さんもね、僕も含めて時にこうやって集い語らいながら、それぞれのね、自分らしい詩人としてのポエトリーの道を歩まれていくんだろうなということを本当に思います。時間が、経つのは早いものでありますが、これからもより、良きポエトリーロードをそれぞれに歩みましょうということで、あ、僕矢板さんに何をお知らせしてもらうか聞くの忘れちゃった。どうなんか、これ10月ね、はい、6日あって、ポエゲットは過ぎ、ポエゲットは、ね、もう9月17日だったので、また来年もよろしくお願いしますという感じで、矢板美佐子さんの活躍も楽しみですし、森雅子さんは、絶望しているおばあか、白猫社さん、これはね、矢板さんも絶賛されています。森雅子さんの詩人の世界に、今話している世界にぜひ触れてください。第1詩集、第1詩集が日曜は父親と遊園地に行こうということでね、ツイッターならぬ X 森雅子でぜひ検索して、森雅子の活動活躍もね、皆さんで、温かく楽しく、応援していけたらと思います。今回は、貴重な時間を座談もさせていただいてありがとうございました。皆さん良い秋をね、詩の言葉とともに、味わい深く過ごしていきましょう。今日は本当にありがとうございました。今後ともよろしくお願い申し上げます。申し上げます。どうも。